皆さん、こんにちは、ジョレッテさん。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、サムネを見てもらったら分かる通りですね、洗濯契約書でゲットしました2021シリーズ1の、このピッチャー使っていきたいなと思います。ノリモトとシリア隊で使ってみたはい、ということでこちらに表示されておりますノリモト投手を今回リアタイで使っていきたいなと思います。選手紹介軽くしていきます。981スタミナ84、制球77でスタミナ型の投手でございます。一応今球威自慢ついておりまして、元は球威80でございます。で、一応球種がですね、フォークスプリット試合のノリモト投手今回使っていきたいなと思っておりまして、特殊能力一応こんな感じで上げております。奪三振レベル1すみませんということで、今回リアタイでノリモト投手使っていきたいなと思います。ということで早速試合いきましょう。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで、今回先行ですね、1番大谷選手打っていきたいと思います。相手のピッチャー石川投手ですね。はーい。で、石川投手の特徴なんですが、スピードはそんな速くないんですけれども、まあ、変化球とあとコントロールで、抑えていくって感じの投手だと思うので、こういうのを振っちゃいけないっていうのを、頭に入れてやっていきたいなと思います。まあ、とりあえずまっすぐあります。落ちるね、これは落ちるわ。はい、ナイスバッティング。多分ボール、多分ボールだけど、多分ボールです。はい、岡本選手いきましょう。フル岡本選手でございます。フル岡本選手マウンド上、石川、そしてキャッチャー、いやーゲッツーだ、これやべ。あれを流したい、マジで。あーはい、ということで、成本投手を抑えていきたいなと思います。相手の方名人2位かなんかだったんで、まあ、相手に不足ありませんということで、フォークスプリットでとりあえずは抑えていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、この方がスプリットとフォークを見分けられるのかというのをまずは見ていきたいと思います。これもう打たれるのはしょうがないですね。はい、まあ、センターフライ、オッケーオッケー。これ強いです。で、気温外角で抑えてくのがまあいいかなと思っておりますので、まあ、この成本投手ですね、オッケー、ナイスセーブ、ナイス。この乗り物強いんで、まあ、もしかしたらスピー開放して今後使っていく可能性はあるんですけども、まあ、私予想するとセレクションとかで出るんじゃないかなって結構思ってますね、個人的には。まあしょうがない、まあしょうがない、名人なんで、まあ、上手いんで相手の方、ここから抑えていく、どうやって抑えていくかってなんですけど、まあ、真っすぐを投げるかと思いきやもうフォークで落ちます。ここベチベチ見逃す、あーボールか、これ、まあ、ちょっとコントロールにちょっと微妙で、ナックルカーブいきます。これ、ここおベチベチ甘い、レフト、オーケー。はい、ということで、フルギータということで、問題のバッティングやっていきたいと思います。マジか、あれ流したいか、今、ボールとかするんだよな、たぶん今の、あれ流したいね、あれ、あのスローカーブ、あれ打てなかった時点で、もう雑魚ですね、私は、本当に。ボール、ストライクだ。うめえな、やっぱ配球めっちゃうめえ、猛者の方ってやっぱり。オッケー、なんとかセンター前ヒット、なんとかセンター前ということで、坂本勇選手いきます。絶対打つ、集中、抜けに、やばい、あぶねえ、ゲッツかと思った今、広角出て、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いきましょう。うわっ、うわっ、知った、いいな、うら KO、 開演準備しちゃった、抜けろ、オッケー、ナイスバッティング。ダイヤ浅村選手でございます。いきます、特能出ませんでしたけれども打っていきます。まあ、同じ楽天として則本投手を助けてほしい。オッケー、これは落ちるだろ、さすがに。はい、ナイスバッティング、もう1点取ります、ここからもう1点取ります。はい、ということで右バッターの代打、山鉄選手でございます。左ピッチャーなんで右バッターでいきます。ボール、オッケー、見えた、今のバカでけ、今のバカでけ、2球目は何で来るか、オッケー、ナイスバッティング、まれ、オッケーオッケーオッケー、いけ、4つ、あ、これ、いく、セーフ、ナイス、盗塁、浅村選手。はい、ということで、いきましょう、則本選手でございます、2回の投球でございます。まあ、この試合はですね、しっかり勝ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ナイスピッチングでございます。ここから名人に勝ちます。とりあえず村上宗隆選手、私大好きでございます。ちょっと来年からヤクルト純正始めたいなって個人的には思っております。セーフ、マジで危ねえ、村上
オッケー、ナイスボール。今のはナイスボール。追い込みました。ツアーズマン取りました。追い込みました。相手の方追い込みました。ここからいきます。で、あのヤクルト純正したいと思っておりますので、ちょっとここからヤクルトの選手に貯めていこうかなと個人的に思ってますね。まあ来年だったらちょっと動画しっかり出していこうと思うんで、まあちょっとここから A ランクも貯めていきたいなと思います。オッケー、ナイスピッチングということで勝ちましたということで、まあ、2試合目もやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。はい、ということでバッティングをやっていきたいと思います。一番大谷選手、まあ、バッティングはですね、要所要所でやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。いきましょう。流したいね、今の打ちました。オッケー。はい、ということでピッチングやっていきたいと思います。則本投手でございます。しつかって今回抑えていきたいと思います。まあバッティングのはですね、今、まあ、残念ながら三者凡退という、最後に、田中将大投手の超反応を見せられましたんで、まあこれしつかり抑えていきたいなと思います。で、則本投手の抑え方なんですけど、まあ先ほどの試合と一緒ですね。もう基本スプリットフォークをずっと使ってきます。もうでたまにまっすぐとナックルカーブを投げるんですけども、これを多投してると打たれちゃうんで、狙って基本はもうスプリットフォークで全然押してっていいです。もうで、あのもうスプリットフォークを見分けられる人っていうのがたまにいるんですよ。もうそういう人はもうすぐピッチャーを変えるってことをお勧めしますね。個人的にはもう無理なんで、もうあのやっぱ則本投手スプリットフォーク、あの読める人っていうのはやっぱり無理ですね。あのストレートとナックルカーブとかだけではどうしても抑えられないと思うので、あの、まあまあ、もし打たれちゃうよっていう人は、まあ、あのもうピッチャーすぐ中継変えるということをね、個人的にはあのお勧めしておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、今みたいにまっすぐたまに投げていく、まあ、それも大事ですね。はい、はい、ナイスボール。レフト取るわ、これは取る、さすがに。オッケー、ナイスレフト。フルギータは怖すぎ。フルギータは怖いけど、まあ外角投げていきます。で、あの流せるかどうかっていうのを見るのも結構大事だと思うんですよ。で、まあこの人こうやって見てあのいただけば分かるんですけど、多分この方あんま流すのが得意ではない方なんで、もう外角にじゃんじゃん投げていきます。で、あのこういうあの外角のフォークとかを流さない人っていうのは、まっすぐ外角投げるとドンピシャってホームラン打たれるんで気をつけてくださいということで抑えました。バッティングいきます、どうぞ。はい、ということでバッティングやっていきます。バッティング長くやっていきたいと思います。しっかり見て、集中していきます。ボール、OK、いいね、いいよ。ボール、OK、ツボール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 、落ちろ、落ちろ、頼む、よっしゃー。まあまあまあ、ナイスバッティング、OK、OK、OK、ヒット、ヒット。正隆選手いきます。裏広角持ってます。特殊能力4つ持ってます、正隆さん、嘘ですけど。まあまあ、そこはいいや、そこはいい、そこはしゃーね。2球目は何で来るか。オッケー、ボール、オッケー、ボール、オッケー、ボール、フォアボール、藤川投手初対戦でございます。うわ、しかも S ランク、藤川投手初対戦。まあ、まっすぐやってきました。とりあえず伸びのまっすぐで、ボール、オッケー、もうストレートだけあります。ストレートだけ。これが3球目。ボール、オッケー、スリーボールまっすぐ、絶対まっすぐ、絶対まっすぐ、まっすぐある。うわー、キッズ初対戦だとバカ打ちずれ、さすがに。ここは期待のかかる場面となっています。左方向、いやー、タチャピ、痛い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 。オッケー、オッケー、オッケー。はい、ということで、尻上がりに出ました。則本投手最後抑えて、ここ終わっていきたいなと思います。で、あの則本投手のシリーズ1の、選手持ってる、方はですね、まあ限界突破は進まなくても、登板させることをお勧めします。あの結構強い、マジで冗談抜きでだいぶ強いんで。おい、取れたんじゃないの、今の取れたんじゃないの、マジで。まあ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 、でもこうやって打たれてもう変えない、気温は変えません、本当に。そういう、これでスタンスか。きつい、きついです、すいません。あのもうこの方合いますね、だいぶ合ってきてます。はい、合ってきます。でもね、こうやって流せてないんですよね。流せてないから、まあ、あんまりあれなんだけど、まあ、正直、まっすぐここでいっぱい投げてみますか。ゴーゴー、よし、ベストピッチ。これ、ドンピシャ。はい、ナイス、ボール。はい、ドンズマ。はい、ナイス。いいね。これ、慣れてきたところでのストレートをしっかりと投げていく、それが大事かもしれません。もう一球いきます。で、たまにまっすぐとナックルカーブを投げるんですけども、これを多投してると打たれちゃうんで、狙って。基本はもうスプリットフォークで全然押してっていいです。もう。
うん。